どうも、アニマルンチ渡です。今日は新年一発目の動画ということで、先日ショート動画に投稿したザイデの産卵セットを組んでいきたいと思います。で、今回産卵セットを組む成虫がこちらです。フォルスター二股クワガタの、フォルスターフォルスター西清民の3点セットになります。一応購入して2週間ほどここに同居させているので、もう交尾は完璧にできていると思います。こちらがフォルスターから見せるか。こちらがフォルスター懸命にして、ちょっとミートガードしと、こちらが僕が一目惚れした西。でちょっとサイズはちっちゃいんですけど、こちらが清民ですね。じゃあこの3種類のてかこれ木削っとる、もう多分ほら裏、あー挟まれる、ほらメスがこの下を削っています。もう産卵する気満々なんじゃない。この3種類の産卵セットを組んでいきます。で、前回のショート動画であげた材ですね。は削って、まあ、そのままにしておいたものなので、これをお湯で今から加水していきたいと思います。バケツにお湯をですね、入れてきたので、これに入れたいと思います。2本と、こういけるかな、この2本とこのちっちゃいのを2本かな。大小小がいい、どうも横に散る、縦に2本、大小小大でいくか、まあ、こんな感じで4本入れていきたいと思います。で、太いのが2本ずつと、どっち太いの1本、3本の方がいいかな、いいか、細
細いのが形よいしょ、3、4で2本ずつですね、合計12本まずは加水していきます。でお湯をつける時間は結構この材自体も現状柔らかいので、お湯につけて柔らかくなったタイミングでもすぐ抜いていいそうです。ちょっとお湯に手を入れるので、ちょっと二重にしておきたいと思います。はい、ではやっていきます。一本ずつかな、ブクブクブクっと。こんな感じでつけておきます。結構熱いな。熱々熱い。これ一応あのお湯、沸きたてのお湯ですね沸きたてのお湯沸騰したてのお湯。意外とこの手袋熱通しにくいっちゃ通しにくいんやね。クソ熱いけどね、じわじわくる。違うとじゃあ落ちてしまう。いやほんとなんか高温やけど低温やけどしそう。ん？そんな感じ。あ、このぐらいでいいかも。結構表面はこう柔らかくなった感じはあります。うん、いいんじゃない。あんまりびちゃびちゃしてもね、もうちょいっといいとか、もうちょっとしたらどれぐらいになるのかだけ確認しておけば、まあ、セット自体は初めてなので、あつあつ、でもね、1分のセットいいよ。さすがにかな。お湯足りるのかな。あ、このぐらいでいいかも。結構ブヨブヨに、ブヨブヨっていうか表面が柔らかくなったので、これでいきたいと思います。こんな感じで一応材がすべて、加水し終わりました。それではですね、それではですね次はあの下に引くマットを加水していきたいと思います。今回使うマットはこのフェロールマットですね。まあ、マットには産まないんですけど、まあ、一応下に引いておきます。ではこれで産卵セットをですね組んでいきます。産卵セットは、この何個のちょっと大きめのですね、やつを使おうと思います。こういう感じで
3つできました。はいはい、この辺ちょっと取ってないです。これが一番綺麗かもしれない。綺麗だけど昔のけど、はい、こういう感じで椅子でできました。そしてここから、入れるんですけど、絶対に分からなくならないようにうん、ほんと二等件ね。これはホルスターはホルスターですね。そう入れたっていいかな、メスですね。はい、メスは、はい、入れていきます。オス、フォレスター、フォレスターですね。見せ方が、で、この子がフォルスター2子ですね。オスもかっこいい。これが、これが、これに一目惚れして買ったような。ここでいいか。遠すぎるか。はい。まあ、後でもう一回ね、行きそうね。2子ですね。メス。メスは本当にもう分からんけど、気をつけましょう。ホルスター黄色ためですね。黄色ため。値段の統計移していいかわからない。黄色ため。値段隠して写せばいいのか。はい、ちっちゃい子。こうやって写せばいい。フォルスター、フォルスターですね。とフォルスター2子、インド APLS さんですね。で、フォルスター、フォルスター、インドメガヤ、メガラヤさんですね。3。で、最後のフォルスター清民、フォルスター清民がミャンマーサガイン、サガインそうですね。フォルスター、フォルスターですね。フォルスター日誌です。あ、もうメスが潜ってますね、ここに。でこれがキヨタミですね。あ、キヨタミももうメスが潜っちゃいましたね。はい、この3種類を今回増種して購入してきました。はい、では今回はフォルスター二股3種類のですね、産卵セットを組んで組む動画でした。これをですね、いっぱい取れるように頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。